やんなくちゃいけないことある太田さん、はい、はい、今日はまず東京新聞の記事をご紹介したいんですが、うん、稲田朋美もう前防衛大臣になりますけれども、うん、はい、防衛省での離任式辞める式で、うん、自身の責任に触れず謝罪しないままだったということなんですが、うんうん、その日報を隠した問題、これに触れた部分をちょっとご紹介したいと思うんですが、はい、うん、南スーダン PKO の日報の問題は情報公開への対応が不適切であったことにとどまらず、防衛省自衛隊に対する国民の信頼を揺るがし、結果として国内外のそれぞれの現場で日々任務に当たる隊員の士気を低下させかねないという点で極めて重大かつ深刻なものだった。今般問題になった点を徹底的に改善し、危機感を持って再発防止策をしっかり実施していかなければならない。そして国民の負託に応えるため風通しの良い組織文化を醸成し、一層の連携強化を図り、防衛省自衛隊が一致団結し、いかなる困難な状況にも対応できるようにしてもらいたいと心から願っているということなんですが、はい、まあ、ちょっと人ごとっぽい感じですよね。最後の何式っていうの、離任式ですね。離任式、はい、なんかこうなんか晴れ晴れとした笑顔で、そうなんですよ ね、あの笑顔ってなんか、うん、ね、いろんなことを失態をして辞めて、辞めたらその時に、ね、うんうん、自分たちのこの任務に穴開くわけで、うんうんうん、そうだね、あの笑顔できるんですかね。打ち上げられてるしね。あ、そうですよね、はい、いや、ただこれでなんかこう辞めて内閣改造で幕引きみたいな形になっていくの、太田さん、うん、一番問題なのは、うん、その陸上自衛隊がその日報を隠したということを、うんうん、陸上自衛隊の側は、うん、稲田さんに報告したと言ってるんですね、はいはい、うん、でメモも残っている、出てきたね、うん、で稲田さんは報告を受けていない、そうだね、で特別防衛監察本部が実施した、うん、特別防衛監察の報告書では、うん、その辺は曖昧にしたまま、うんうん、結論を出さずに、うんうん、しまっているということなんですね。でじゃあ本当のところはどうなったのかと、うん、もうちょっと追及してほしいところだと思いますので、この後国会の閉会中審査が行われるんですが、このもちろん PKO のその日報隠蔽問題も取り上げられるんですけれども、うんうん、自民党の国会対策委員長と民進党の国会対策委員長が話し合った結果、民進党は稲田さん出てきてくださいよって言ったんですけど、うん、自民党はそれを断ったと、うん、稲田さんがいないままその PKO のその日報の隠蔽問題を話し合うっていうことになったんですね。これもまた本当にちょっと不思議で、うん、その担当した当人がいなくて、うん、問題の当人がいないと、それをいなくて閉会中審査をやるわけだよね、はい、なんだそれという気が、ね、するよね。だからさっきも太田さんが言ったように日報が報告したと、はいね、陸上自衛隊側はそう言ってるんですね。報告したと、で稲田さんは報告を受けていない、受けてないって言って、これどっちかが嘘なわけだよな。嘘か大いなる勘違いか、いや勘違いっていうかどっちかが間違えてるよ当然。間違えてね、なさそうです、まあ、大いなる勘違いぐらいちょっと、まあ、ちょっと緩めにしとこうか、まあ、あったとしてもだよ、それはどっちなんだと。やっぱりその張本人だからね、うん、それともう一つ、例えばこれは防衛大臣とまあ、ここに背広組がいるわけだ、うん、で幕僚長とかこう制服組が いるわけだ。でこの日報、やっぱし南スーダンで、まあ、黒塗りみたいなのが出てきて対峙してるんだけど、やっぱ自衛隊としてはやっぱしいろんな憲法とか守りつつ、南スーダンで行われたね、その PKO がかなり過酷だったんじゃないかなと。日本にはなんかこう、戦闘行為みたいなの、そうですね、戦闘という表現がいくつも使われてた、いくつも使われてたと言われてて、それを衝突ってまあ国会では稲田さんが言い換えてるわけだよね、はい、まあでもこういうふうにトップの人がこう自分たちの行動の全容を
まあ、もし分かったらこう、こんな風に自衛隊は今やってますってことは、こう自衛隊の方からしてみれば、やっぱちゃんと自分の立場も鮮明にしなくちゃいけないし、うん、やってることもちゃんと報告してほしいと、うん、こう現場にいて命をかけている、うん、命に関わるような事態に遭遇したときに、なんかこういう曖昧にされたらたまんないよね。毎日新聞に滝野さんという記者の方がコラムを書いてらっしゃるんですけども、その去年の7月南スーダンの首都ジュバで大規模なその武力衝突戦闘が起きた時に、宿営地のそばを訓練でしか見たことのないダメージも心配されると。で、家族に遺書を書いた隊員もいたと。まあ、これだけ過酷な現場がある中で、自衛隊の海外派遣に精通する元陸将の方は、南スーダン派遣に絡んで現場には相当不満が高まっていたと。で、今回のことは、まあ、日報隠蔽問題ですね、政治と海外の過酷な現場のズレを国民に自衛隊の側が知ってほしかったんじゃないかというふうに言ってるんですね。で、実は停戦監視が主な任務だった国連の PKO の役割はもう随分様変わりしていて、今は重装備の部隊を持って平和構築する任務も出てきたと。構成的に平和をもたらそうという、当然衝突も戦闘もあるでしょう。そういうのが現実に今 PKO はなっていると。で、派遣国の他の国の部隊は、例えば危険だと思ったらこちらから武器を使用する、先制的に使うとこもできるんですけど、陸上自衛隊の部隊は、まあ、憲法の問題もあって厳しく制限されているんですね。で、さらにそんな中で駆けつけ警護も任務に新しく生まれたと、ついたと、困っている民間人が行ったら助けには行かなきゃいけないっていう任務を下されたと。で、一方で安倍さんの政権はこれまでよりはるかに危険な任務になるにもかかわらず、国会での議論を避けるためか、リスクは変わらないよとずっと言い続けていたと。で、政治による現場の声の封印が続いていることに、現場は不安と不満が高まっていた。それが陸上自衛隊にも伝わって、稲田さんと意見の相違が生じたんじゃないかっていうことなんですね。はい。しかもこう PKO に参加している、ね、国は、まあ、フランスとかヨーロッパとかはもうほとんど撤退してて、南スーダンはアメリカは参加してないですから ね、 ねちなみに。だから、ね、一緒にPKO に参加している人たちは中東諸国の人たちが多かったりするわけでしょ。まあね、英語ぐらいならともかくね、いろんな国の飛び交う中、危険な任務で、これは制服組は制服組で、こう随分それがちゃんとね知らされていないようなことになってたら、まあ、今でもいろんなことは考えちゃうだろうね。特に現地にいるなんか自衛隊員の人はね。私もずっと思ってたんですけど、なんかねテレビ見てて、稲田さんとまあ自衛隊の方々が映ってるシーンってよくあるじゃないですか、敬礼したりとか、なんかお互いがなんかそのしっくりきてないというか、なんか何て言うんですかね、印象だろう。いや私の個人的な印象だけど、本当にいろいろ分かってたのかなって疑問が残ります。はい、ね、やっぱしこれは閉会中審査でもやっぱりさ、まあ、これ出てこなかったら余計なんかこう疑念が余計生まれちゃうんじゃない。そうですね、曖昧なままになっちゃうし、何か都合の悪いことを隠したがってるかのような印象を与えかねないですよね。まあだよね、政府にとって損だと思うね、逆にね、まあ、支持率に影響しちゃう恐れもありますもんね。もう一つです。